わおー。ねえ、指揮官。満月の夜だからこそ、お姉さんに食べられないように気をつけて。なんて冗談よ。たとえ本当にワーウルフになってもお姉さん、指揮官のことをちゃんと守ってあげるからね。おかえり、指揮官。あら、お姉さんの耳が気になる？でも今敏感になってるから、触るのはほんのちょっとだけ。ね。女の子の体重は安直に詮索することではないわよ。かわいい。このまま指揮官を胸の中に引き寄せて、ぎゅっと抱きしめて。急に自分を抑えられなくなって。満月の夜だからかしら。わおーん。狼のこの鳴き声が意味するのは、自分の獲物だから近寄るなってことなんだって。指揮官を獲物に例えるのは、ちょっと不適切かな？もふもふしてて気持ちいいって？じゃあ、こうやって尻尾で指揮官の体をまさぐって、もしくは巻きつけて。どう？あら？お姉さんがこんな姿になってても甘えたいのね。いいわよ。ふぅ。指揮官？これはとってもとっても危ない行動なの。それでも、やっぱり続き、してみる？今のお姉さんはワンワンではなく、狼よ。それで指揮官は、どんな役でもいいわ。任務が更新されたわ。確認を忘れないでね。任務目標達成っと。何が出るかな？あら、新しい手紙ね。誰から？お姉さん、実はずっと指揮官の匂いを追ってて、そばから離れないようにしてたのよ。指揮官、いい子にしていないわね。お姉さんがお仕置きしちゃおうかしら。ちゃんと話さないと、思いが伝わらないわよ、指揮官。指揮官、お姉さんに耳かきしてほしい？さあ、恥ずかしがらないで、お姉さんに任せて。指揮官、お姉さんに耳かきしてほしい？さあ、恥ずかしがらないで、お姉さんに任せて。指揮官が悪いのよ。こんなに可愛い表情しちゃって。これじゃあもっと可愛がってあげたくなるじゃない。これ以上普段のような可愛い姿を見せられたら。お姉さん、今宵は満月だから我慢できなくなっちゃうわ。こうして手と足を使って。愛しい指揮官を食べてしまいそう。
あら、指揮官に捕まったわ。むしろ指揮官がついに捕まったのかな？ふふ。もう逃がさないわよ。委託に出た子たちが帰ってきたのよ。ちゃんと迎えてね。この感触、体中が熱いの、指揮官。ちょっとだけ、そばにいてくれる？話を聞かない子にはお仕置きしないとね。作戦完了っと。指揮官のおかげね。あらら、困ったわね。あらら、どういじっちゃおうかしら。お姉さんも本気を出さないといけないわね。